州下人は中華民国の政治家。南京国民政府の要人。別名は奥誠。号は達死刑。1925年、北京の中国大学に入学する。1929年、北平大学に入学し、中国国民党左派の小竹氏あまりに支持した。後に帰り身の紹介で、王長明と知り合うことになる。1933年、王の推薦により、通羅鉄路管理局副局長に任ぜられた。1935年、イギリスへ留学して、ロンドン大学で学ぶことになる。王長明が重慶を脱出して、日本の保護を受けるようになった頃、州下人も帰国して、王を補佐することになる。1939年9月、王長明派の中国国民党組織部副部長に就任する。以後、王の命により、北平、上海、香港で政治工作に従事した。翌1940年2月には、中央秘書処宣伝組組長となった。同年3月、正式に王長明政権が成立すると、州下人は鉄道部常務次長に任ぜられている。1941年8月、社会行動委員会委員となった。10月、広東省政府委員兼広州特別市市長に任命されている。翌1942年6月まで、その地位にあった。同年12月、新国民促進委員会上海分会委員に転じる。1943年1月、全国経済委員会委員となった。翌年7月、上海市第一区行政忠久市選委に任ぜられる。日本敗北、王長明政権崩壊直前に、州下人は、吉林へ逃れた。しかし戦後に結局逮捕され、上海市の膝毛愛橋監獄に収監された。その後、何らかの事情で釈放され、香港に逃れている。香港では、中国文学志向などの書物を執筆した。1976年、香港で病没。享年74。ありがとうございます。